生後 1,2 週間の子犬から訓練を受けるまでの間、1歳のお世話を日本盲導犬協会から委託されている田中悦子さん。自分のできる時間でできることを世の中のために役立てようという気持ちからボランティアをなさっています。つける上で、はい、普通の犬と違う点なんかどんなところなんでしょうか。そうですね、やはり一人前に育ってもらうためにはね、いい犬になってもらいたいっていうので、やっぱりしつけっていうことが大事になってきますけれど、一応日本全国ね、いろんな言葉がありますので、この犬がどこのに住んでいらっしゃる盲人の方のメイドになるかわからないので、一応全部英語でしつけることになってます。それでもう一つ気をつけることは、間食をさせないということなんですよね。間食をするとそういう癖を つけているとダメなので。それでなぜこうしてボランティアに赤ちゃんの時から1歳になるまで育ててもらうかっていう、とやはり人間の人間に対するこう信頼性っていうもの、信頼する気持ちっていうものを赤ちゃんの時から育てて犬に知らせるっていうことなんですよね。私たちが1年育てた後で盲導犬協会に帰って、そしてその後1ヶ月から2ヶ月ぐらい訓練を受けます。それで一番大事な訓練、いろいろ訓練あるそうですけれど、犬っていうのはすごく歩くのが早いですよね。だけどそれを人間の歩く歩調に合わせて歩く訓練をするんだそうです、一番最初に。じゃあ立派な盲導犬になるためのコツっていうのはどんなようなことがあるんでしょうか。いや、私たちはもうただ愛情を持って育てるっていうことでだけなんですけれど、もうすぐ訓練を受ける日が近づいてきたパピルス。立派な盲導犬になってアイメイトとのどんな出会いが待っているのでしょうか。そしてちょうどその頃、田中さん宅にはまた新しい子犬が来ていることでしょう。